皆さんこんにちは。ミニガレージパラドックスの木崎でございます。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。パラドックスは山口県山口市にあるミニの専門店です。ミニに関する様々な動画をアップしておりますので、まだの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。さあ今日のですね、動画の話題なんですけども、3ヶ月ぐらい前ですかね、ミニの買い取りに関するですね動画を出させていただきまして、まあ、その時はですね、ミニをまあ高く売るコツとかいう感じで、まあ、こう買い取りをしてもらう時のハウツーみたいな感じでですね出したんですけども、その動画をですね見たお客様からですねちょっとご質問をいただきまして、僕らみたいな専門店ですね、ミニ専門店と、まあ、いわゆるそう買い取り店ですかね、まあ、なんちゃらモーターとかなんちゃらステージとかバーとかですね、いろいろあると思うんですけども、まあ、そういったところに出すのと、僕らみたいな、ミニの専門店に出すのはどっちがいいんですかっていうですね、まあ、ご質問いただきまして、今日はですね、まあ、その問いに答えていこうかなと思っております。なので、まあ、僕らみたいなミニの専門店に出すメリット、デメリットみたいなものとか、まあ、買取店に出すメリット、デメリット。まあ、あとはですね、専門店、僕らみたいな専門店が得意な車。逆に、買取店が得意な車みたいな感じでちょっと分けてですね、お話をしていきたいなというふうに思いますので、まあ、前回の動画をご覧いただいていない方は、ぜひそちらの動画と合わせてですね、ご覧いただければと思います。それでは、早速ミニの買取についてやっていきましょう。はい、それではですね、まずは、買取店と、まあ、僕らのようなミニの専門店それぞれのメリット、デメリットについてですね、ちょっとお話をしていこうと思います。はい、まずはですね、買取店のメリットですね、お話をしていこうと思います。ではまずですね、買取店のメリット1つ目、こちらがですね、高額査定が狙えるというところですね。で比較的傾向としてですね、高年式低走行の車は特に買取店で、高い金額つくことが多いです。まあ、ちょっと具体的に言いますと3年落ち3万キロ以内とか、まあ新車から5年落ちで、まあ、3万キロぐらいとかですね、まあ、これくらいの金額は割と、買取店で高い金額が出ることが多いかなと思ってます。で本来ですね、そういう、まあ、買取店ですね、彼らは輸入車そんなに強くはないはずなんですけども、まあ、最近のミニですね、やっぱりまあ見た目もいいですし、やっぱり輸入車の中でもですね、こう壊れにくい、故障しにくいっていう風になってきておりますので、まあ、もちろんね、故障しないというわけではないんですが、まあ、以前のものと比べたらやっぱり故障のリスク少なくなってるっていうところで、まあその彼らもですね、売りやすい車になってきてるという風に思っております。まあ、なので高年式とか低走行の車っていうのは、まあその中でも特にですね、こう壊れるリスク、故障するリスクっていうのが低いので、やっぱりそういう、こう買取店ですね、高い金額が割とつきやすいのかなというところですね。そして、買取店のメリット2つ目ですね、これスピード査定というところですね。で僕らのですね、査定が遅いというわけではないんですけども、じゃあミニの専門店皆さんのお家の近くありますかって言われるとですね、はいっていう人の方が少ないと思います。で、まあ、逆にですね、買取店でやっぱりいろんなところにいろんなお店ありますので、今日査定してほしいなと思ったらですね、やっぱ査定できちゃうんですよね。で逆にこういう、まあ、専門店行こうと思ったらですね、やっぱ家から遠いな、じゃあこの日じゃないといけないなとかっていうところが出てくると思いますので、まあ、そういった意味で、まあ、スピード査定ですね、まあ、査定してほしいなと思った時に割とすぐ査定をしていただけるのが、買取店のメリットなのかなと思います。で逆に買取店のデメリットいきますと、まあ、アフターパーツは査定の対象外というところがありまして、僕らみたいな専門店はですね、割とそのアフターパーツですね、皆さん車を購入した後に、まあ、いろんなパーツをつけます、買いましたっていうところもですね、プラスで見ていくことができるんですが、まあ、あくまでですね、まあ、買取店というところでは年式や走行である程度の金額が決まって、あとは、まあ、傷があるかないかとかによってこう金額のこう増減がしていくという形になりますので、まあ、アフターパーツの有無はですね、あまりこう査定とか金額に影響しないということになります。はい、ということで、まあ、ここまでがですね、買取店のメリットデメリットというところで、じゃあ専門店のメリットデメリットどんなところですかって言いますと、まあ、やっぱりですね、まあ、買取店の逆のところになってきますね。まず専門店のメリットですね、まあ、先ほどもお伝えした通りアフターパーツを、プラス査定をしていきますと、
というところですね。ここはやはりですね、こう買取店にはない一つ大きな強みだと思いますし、あとはですね、必要に応じて引き取りなどのですね、対応を行うこともできます。まあ、実際ですね、この動画を収録している前日、昨日ですね、僕広島まで買取行ってきましたし、来週はですね、熊本まで買取に行く予定になっております。はい、じゃあ次のですね、専門店のメリット2つ目が、低燃式仮想庫の車でもですね、割と値段をつけられるというところですね。特にですね、こう珍しい仕様の車とか特別仕様車、限定車なんかには、専門店の方が強いと思っております。まあ、一つ目安として10年10万キロっていうところを超えると値段ってつかないんじゃないですかってよく言われることあるんですが、全くゼロっていうことはないんですね。だし、まあ仕様とかその車の状態によってはですね、そんな何百万ということはないですけども、数十万円の金額をつけるということも可能ですが、まあ、こういったことはですね、やはり専門店でしか難しいのかなというふうに思います。はい、ではですね、次専門店のデメリット、専門店のデメリット一つ目ですね、単純な金額勝負では負けることもあります。まあ、特に先ほど言ったですね、高燃式低走行の車で金額勝負をするとどうしても僕らの方が分が悪いというところは強いですね。そして、あとはですね、まあ、先ほどのスピード査定の逆のところになるんですけども、デメリットの2つ目が、どうしてもお店の数自体が少ないので、皆さんがですね、査定に行くってなった時にこう遠くまで行かなきゃいけないとか、やっぱり査定をすること自体に1個時間がかかってしまうというところですね。お店まで行ってしまえばですね、査定にかかる時間で実は変わらないんですけども、まあ、その専門店に行くまでの時間や距離ですね、ここのところはちょっとデメリットというところになってくるのかなというふうに思います。はい、ということでですね、ここまでで、買取店のメリットデメリット、僕らみたいな専門店のメリットデメリットお話をさせていただきましたので、次はですね、買取店が得意な車とか、僕らみたいな専門店が得意な車みたいなちょっと形でですね、分けていこうと思います。でまずですね、僕らみたいな専門店が強い車ですね、やっぱりアウターパーツを装着した車ですね、先ほどのメリットのところでも言いましたし、あとは珍しい仕様の車であったりとか、限定車、特別仕様車、こういったところはですね、専門店と言われる僕らの方が金額をつけれることが多いです。はい、逆にですね、買取店が得意な車でいきますと、先ほどのメリットのところでもお話をしましたが、高燃式低走行の車ですね、必ずそうかというとそうではないんですが、やっぱ傾向として、こういった車は買取店の方が、結構強いんじゃないかなというふうに思っております。はい、ここまでのお話で、なんとなく自分の車をこうどっちのお店に持っていったらいいのかなというイメージがね、ついたじゃないかなと思います。で、じゃあパラドックスの買取実際どうなんですかって言われるとですね、単純な価格勝負でいきますと、やっぱりですね、僕らのお店の近くにも買取店いくつかありまして、金額比べられるとですね、やっぱり一緒ぐらいだったりとか、逆にですね、金額負けてるっていうことが、そうですね、半分ぐらいはあります。単純な金額だけでいきますと、それでもですね、パラドックスで最後買取お願いしますって言われることが結構ありまして、なので、ちょっと最後ですね、パラドックスの買取が選ばれる理由というところですね、少しお話をしていこうと思います。パラドックスのですね、買取が選ばれる理由というのはもう本当一つに尽きると思っておりまして、次もですね、大切にしてくれる人に乗ってほしいっていうところが、パラドックスであったりとか、専門店の買取を選ぶ一番の理由だというふうに思っておりまして、皆さんの身にですね、本当に愛着を持って乗ってらっしゃると思いますし、パーツ変えたりとかメンテナンスしたりとか、車検受けたり洗車したりですね、本当に日々、愛情を持って接してらっしゃるんじゃないかなと思っております。そうやって大切に乗ってきた車だからこそですね、僕らみたいな専門店任せていただければ、入ってきた車ですね、買取をさせていただいた車、点検をして、クリーニングをして店頭に並べて、店頭に並べた後も定期的に洗車をしてという形で、売れるまでの間もですね、しっかり面倒を見させていただきますし、基本的にですね、好きな方しか僕らのお店って買いに来られないと言いますか、好き
好きな方が集まるお店だというふうに思っておりましたので、次もですね、大切にしていただけるオーナーさんにバトンタッチができるんじゃないかというふうに思っておりますし、実際遠方からですね買い取りをさせていただくことは最近本当に増えました。昨年もですね大阪のお客様から買い取りをさせていただいたりとか、今年に入ってからも千葉とか、先ほどもお話をした広島、熊本ですね、本当に県外のお客様から買い取りの依頼増えまして、やっぱり皆さん口々に言ってくださるのは、やっぱり専門店に任せた方が次も大切にしてくれる人に乗ってもらえるよねっていうところなんですね。そういったですね、思いに応えていくのが僕らの専門店の役割の一つかなというふうに思っておりますので、皆さんもですね、もしちょっといろんな事情があってミニを降りなきゃいけない、売却をしなきゃいけないってなった時にはですね、僕らのことを一つ思い出していただいて、遠くからもでもいいので、お問い合わせをいただけるとですね、非常に助かります。はい、ということでですね、今回は、ミニの買い取りをお願いするときに、パラドックスのような、ミニの専門店がいいのか、それとも、買い取り店がいいのかっていうですねお話をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。ちょっとね、まとめはまたこの辺にですね、出しておこうと思いますが、買い取り店が、得意な車としては、高年式、低走行の車ですよとかですね、あとは、金額を重視する人は、どちらかというと、買い取り店の方が良かったりするのかなとか、またスピード対応ですね、皆さんの、お家の近くにあるお店で、すぐ査定をしてほしいなっていう場合はですね、やっぱり専門店というよりは、こういう買い取り店の方が強いんじゃないかなと思いますし、逆に、僕らみたいな専門店はですね、アフターパーツも含めて査定をしてほしいんだとか、自分の車は実は結構珍しい仕様のミニなんですよとかですね、あとは次もですね、大切に乗ってくれる方のところに届けてほしいといった場合はですね、僕らのような専門店を選んでいただくといいのじゃないかなというふうに思っております。はい、なのでそこはですね、もう本当皆さんのご要望に合わせてですね、買い取り店に行くのか専門店に行くのかですね、選んでいただければと思います。もしですね、この動画を見てパラドックスでちょっと査定をお願いしたいなという場合は、ホームページの方からお問い合わせをいただくか、お電話をいただければですね、概算の金額にはなりますが、金額をですね、お伝えさせていただいて、ということもですね、できるようになっておりますので、はい、気になる方はぜひお気軽にお問い合わせをいただければと思います。ということで、今日の動画はこの辺にしたいと思います。今日の動画、面白かったよ、参考になったよという方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。チャンネル登録をしていただくと、皆さんの素敵なミニが見つかるかもしれません。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。